皆様こんにちは。この動画へようこそ。この動画はすべて日本語で最初です。ちょっと緊張しますね。でも頑張ります。今日は天気もいいし、祝日もあるし、ナショナルトラストカードもあるし、今日はダービシェ県に行っています。この場所はダービシェ県にハードウィックホールです。この建物はデヴィンシャンの家族の建物です。本当に金持ち家族でしたよ。ハードウィックホールは多分400年建てました。この家はエリザベス・ベス・オブ・ハードウィックの家です。彼女は本当に強くて金持ちでした。家の中にいろんな絵とタポストリーがあります。本当に有名な絵があります。例えばクイーン・エリザベス・1、この有名な絵がありますね。この建物は窓が多いんですから、その時代は本当に珍しかったですよね。高い作りましたから。この建物は有名な映画に見えます。例えばハリー・ポッター and the Deathly Hallows パート1とパート2 and Mary Queen of Scots。 美しいの庭と公園がありますが、散歩コースも選択肢はたくさんがありますね。いい天気ならぜひおいしい弁当に持って聞いておすすめます。ハードウィックホールは本当に面白い場所でしょうね。美しいとか、本当に広いとか大きな家ですよね。この動画を面白いだと思いますが、日本語がまだ勉強していますね。本当にすみません。まだ下手ですよね。この動画へ見てくれてありがとうございました。心から感謝しています。